ちょっといいかな。確かここのおばあさんと昔仲が良かった人だよね。仲が良かったわけではないが。まあそう言わずに、知り合いだったんだろう。ちょっとお仕事頼まれてくれませんか。どんな仕事？この灯台、丁寧に整備されてて今のところは問題ないんですが、万一のためにスペアの部品を用意しようかって話になってまして、その素材をロボット山から取ってきてほしいんです。つまりおばあさんの残した灯台の整備のお手伝いですよ。わかった、引き受けるよ。助かります。必要なのは割れたレンズを10枚に、壊れたバッテリーを10個、最後に謎のスイッチを10個です。よろしく頼むよ。ところ、本日はどんなご用ですか。ありがとうございます。修理部品を取りに行くんですか。ああ、昔世話になった人がいてね。その人がいた灯台なんだ。世話になったというか、世話をしたというか。灯台を守る人か。なんだかロマンチックですね。ああ、ロマンチックなばあさんだったな。そうだな。
頼まれてた素材集まったぞ。ああ、全部揃ってるね。ありがとう。これはお礼だよ。おばあさんはもういないけど、この灯台はまだまだ元気に頑張ってもらわないとね。感谢收看，喜欢可以到电玩熊 YouTube 频道按个订阅。